あんなでかい車でね、でかいスピーカーで、まあ本当迷惑だろうなと思いながら、まあしかしやらざるを得ないでやってるんですけど、こういう聞こえが届く範囲で語り合うって、なんか本当の民主主義、本当に民主主義の原点だな。もしかしたら大正とか明治の頃ってマイクってないのかな、技術的にね。ああアテネの時代もそうかもしれない。でこれがひょっとしたら民主主義の原点かもしれませんね。ああいいことだ。では早速ですが、松尾さん、そしてもちろん私、それから現場にはトッさんが来ていらっしゃる、さっきいらっしゃった、で都議会のこと、都政のこともあるし、どなたでもどんなことでも、せっかくですから何か聞きたいこと、言いたいこと、いかがでしたか、どうぞ、はい。